相撲取りとだからそのヤクザね、ヤクザがなんかなんでこんなつながりがあるんだっていう、つながりある中でだから俺類似点がなんか結構いっぱいあるなと思って、うん、なんか俺もともとヤクザの息子でそのヤクザの取材ばっかりしてるもんだと思ったの。いやいや全然ですよ、僕もともとあれですから、普通にあの JR 職員の父とあの美容師の母の間に生まれた普通の少年で、あの考古学者を目指してあのずっと勉強してた口ですから、江戸東京博とかだから遊び行ってましたよちゃんとねえ、そすごいよね、だからどう聞き間違えた何マゼ丸山ゴンザレスあのヤクザの息子なの、じゃあそういう話をちょっと聞こうかとかっていう話で、どうこじれたらそういう話、いやじゃあいいよとか言ってじゃあそういう話もたまにはいいよねって言って、相撲の話じゃなくてっていう話で、で俺今回、はい、あの丸山ゴンザルさんを呼ぶんですけどどうでしょうかって言ったら、面白いからいいんじゃないのって言ってる、いやいやいや、もうほんと冷や汗ですよ、もうどうしよう、俺仇ですいませんって感じなんかさ、すごいなんか詳しいじゃん、なんかヤクザのこととか、いや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 、まあヤクザ自体に詳しいのはうちのね相方のあの草加慎也っていうのはもう名誉反射ですからあの本当に詳しいんですけど、反射みたいな顔してないのね、ちょっと来て、反射みたいな顔してないよ、ちょっと見て、いやいやもう本当になんかもう人の良さそうな顔してるよ、見てこれ、この顔、失礼します、あの本当は杯ここの入れてるんでしょ、このポケットの中心の杯はね反射みたいな顔してないけど、ね、詳しいですよ本当に、うん、あのはい、一緒に番組をやってる今草加慎也っていうのを聞きましたけれども、はい、そんな感じでね、だからじゃあ俺のじゃあ子供の時の話でもしようかなと思ってたのね、うん、俺のテレビで、うちのテレビで相撲取りとだからそのヤクザね、ヤクザがなんかなんでこんなつながりがあるんだっていう、さっきも言ったような話になるわけよ、はい、はいはいはい、でつながりある中でだから俺類似点がなんか結構いっぱいあるなと思って、ああ、なんかあの僕らのこのチャンネルで話していただいたときに、あの、まあ、いくつかしてもらったじゃないですか。でも、相撲の世界とヤクザの世界って、やっぱ、あの、親方から見ると、結構、本当に似てる。まあ、似てるからね、こういう、つながりが多いんだろうなと思って。まず、基本的に、ヤクザは、だから、まあ、相撲取りもそうなんですけど、まず、親方の写真をこう、飾ってあって、で、それ歴代のね、だから師匠の、はい、まあ昔の部屋だったら初代、2代3代ってんだからって、その人をちゃんと敬いなさいよって全部写真飾って、ヤクザももう、いましたね、こう、はい、全部こうあれしてるじゃないですか。あと神棚ありますね。神棚ちゃんとちゃんとちゃんと、いや拝むじゃないですか。ほんであと相撲部屋のね、家訓みたいな、はい、部屋のこう、はいはいはい、こう家訓みたいなのがあって、まあだからヤクザもこう家訓があるわけね、だから、はい、そういうとこあるよね。で、あと、基本的に、昔はだから、小学校、まあ、うちの親父ももともと、ヤクザだったから、元家がヤクザだから、ちょうど、あれかなと思って、ちょうど話が合うのかなと思ったけど、全然なんか、真面目な人でびっくりしたんだけど。いやいや、そこ驚かないでください。はい、いや、公にしてるプロフィールになんか、はい、ちょっとそこが出ちゃう、はいはい。いや、その中でね、はい、うちの親父なんかでも、小学校、の時にこう戦争あってて、戦争あって学校なんか行けないでしょ。だから小学校1年ぐらいから学校行ってないから読み書きできないわけ。もうどうしようもないような人間がいっぱいいた中で、もうこれしかないわけよ。腕っぷしだけですね。腕っぷしで。昔はもうだからこれだけでのし上がっていく時代だったから、今はもうやっぱこれがないとダメだろうけど、でもこれでのし上がった時代で、結局相撲取りもね、これがないと、上に上がっていけないな。似たようなとこあるんじゃないかなと。自分のところのチャンネルは聞けなかったんですけど、聞いておきたかったことがあって、大学まで相撲部で行って、そっから抱え入りする人いるじゃないですか。あれと、その、中学出て、その、もう相撲部屋入って上がってきた人って、これ、どうなんですか、その、中での扱いっていうか。いや、だから、自分らの時までは、学生が入ってくるでしょ。うん、はい、学生なんかに負けたら、勝戦ぞーとか言って言うようなとこがあったんですよ。だから、学生なんかに負けるなーとか言って、はあ、もうぶっ殺しやれーとか言って。やっぱ、生え抜きの、もう叩き上げの方が、もうそういう気合の入り方は尋常じゃなかった。そんで、学生なんか負けさせないっていう。ああ。え、じゃあ結構あの教員免許を持って入ってきた舞の海さんなんか異質だったんですか、うん、まああれくらいになってきた時は、うん、どうだろう、まあ学生相撲がどんどん入ってきた時代だね。だから
俺の時は服部って藤の川一緒に入ってきた時に、だからやっぱりこう急にこうね、学生相撲って年に、まあ何年かに一人が入ってくるかぐらいだったから、で、相撲、学生から入ってきて、それでやっぱその相撲部屋で潰されるのが多かった。やっぱあの、アマチュアとプロの線引きみたいなのあったんですか？そのアマチュア相撲というか、学生相撲は学生相撲、プロはプロ。だから、どっちかっていうと、やっぱ、その当時は、やっぱりこう、なかなか入ってこれなかったプロに。だからプロはだからやっぱりその当時やっぱり怖いし強いっていうのがあったから。だから学生から入ってくるっていうその根性があるやつは少なかったんです。今ってそのアマチュア相撲界とそのいわゆるプロの部屋の関係性ってどう？今はねやっぱもうだいぶその学生からとプロとその近くなってるっていうのは、かえって高校相撲のが練習はきつかったりする場合もある。そんなことあるんですか？だから今はもうだからそれが嘆きだよね。へえ。その当時自分らの時だったらまあ一日100番は当たり前の稽古をしてで夜トレーニングして。はい。で、また、若い人の時だったら、そこからまた、マッサージとか、雑用作業して、1日平均睡眠時間が3時間とか。きついなぁ。きつい。だから、1年でみんなケツ割るわけですよ。はぁ。その、稽古がきつくて、ケツ割る人間じゃなくて、もう、その、雑用がきつくてケツ割る人間が半分以上いる。いじめではやっぱあります。あります、あります。もう、その、今はだいぶもう、少なくなったけど、やっぱり、こう、こっそりいじめるやつが多いかな。陰湿なやつ。陰湿はね。あの、食べてるご飯に辛、七味唐辛子バーって入れるとか、そういうのとか。そんなのはね、そんなのは、あれだけど、そういうのは、あれですけど。はいはい。俺、ちょっと聞いてみたかったことがありまして、はい、あの、噂じゃないですけど。もう噂どんどん、はい、俺の分かる範囲で。あ、本当ですか、はい、あの、力士って、あの、曲げ言えなくなったら引退しなきゃいけないって本当なんですか？ハゲちゃったら終わり。いや、植毛できるじゃないですか。ああ、はいはいはい。食もする。食もしますよ。あと、あの、ちょんまげが薄いやつは、はい、そこに毛を足して、この、大たぶさを広くすると。あ、そういう食毛の仕方なんですね。もあるし、はいはいはい、でもそれが、バーンって叩かれて、髪の毛が落ちたら、負けになる。ハゲ負け。ハゲ負け。いや、ハゲ負けってそう。あれ、変わった負けで言うと、あと、回し取れたら負けって、あれは回し取れたら、はい、決まり手はもろ出し。え、本当にそうなんですか？いや、ですよね。いや、本当に、でも、負けは負けなんですか？負け。あ、そうなんだ。うん、いや、でも、もろ出しって書かれたら納得しちゃうじゃないですか。そうかな。決まり手はもろ出しとか言ってあるわけじゃない。全員が納得しますよ。うん、まあ確かにもろ出たなって。俺でも本当に回し締めたことないか分かんないですけど、うん、その下に、なんかプロレスだとパンツの下にもう一個パンツ履くじゃないですか。うん、サポーターね。はい、サポーター。ああいうのは一切ないですよね、うん。よく収まってますよね。だからそれは、こう、なんていうの？やっぱり、あれ5周ぐらいするんだよ、回しって。ああ。だからそれで、こう、もうちゃんとこう、出ないように、はいはい、もう、もうギュッとこう中に入れて、で締める。あれじゃ、その締め方が緩いと見えちゃう。緩いと、もろ出しになる。めちゃくちゃ笑いが止まらない。全然、ちょっと面白すぎて止まらないですけど。